イエス様に覚えていただきたいと思います。これはね、このある意味最も重要なことの一つです。なぜならね、この教会の頭はキリストであるという時に、そのね、神様に従うという、ね、ことの一つの中心となっているからです。つまり死人牧師イエス・キリスト、私たちの頭がキリストということをね、信じる信仰を通して神様は働くわけです。つまりね、まあ、簡単に言えばですね、主任牧会ね、この神様がね、私たちの主であり、私たちを導いてくださるということね、信じている人と信じていない人、ね、それね、差が生みます。信じている人にはね、この導きがあったり語りかけがあったり、ね、見てがあったりしますけれども、信じていないときに、そのね、この言葉があってもそれがね、信じられませんから、この神のね、見ては切れない。だから何度も何度も言って申し訳ないですけどね、この場所に移ってきたのは主がね、移動せよと語られたからです。私の意識は琥珀欄に残りたいでした。でも神様が、ね、移動せよと語られたから、ね、移動しますって宣言したわけです。つまりあれははっきり言ってのは私の意識じゃない。だからそうしたらこの場所はね、開かれるわけです。で、皆さんの人生においても、このね、イエス様が私の主とね、信じる信仰を通して、この神様のね、働きがさらに表されていくということね。ですから自分の思い、自分の施策、自分の感情、自分の状態、ね、ではなくて、神様の言葉、神様が言っていることに立てるかどうかがね、この神の恵み祝福をね、受ける鍵となっていく場合があります。ですからね、さらにそのことを見ておいてください。そして、この、7月の23から、だったかな、白馬キャンプですね、さらにこの覚えていただきたく、そしてもう飛行機は取れますので、どん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 遅くなるとね、高くなります。行くことを決めている方はね、なるべく早めにね、取られることをお勧めします。はい、さらにね、覚えていただきたいと思います。さて今日はですね、ルカの連行の、ちょうど100回目ですね、13節から25節をお開きしてまいりました。この13節からね、少し読まさせていただきますが、ピラトは宰相たちと指導者たちと民衆とを呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べだったところ、あなた方が訴えるような罪は別に何も見つかりません。ヘロデと同じです。彼らは私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何も一つしていません。だから懲らしめた上で釈放します。で、ヘロデからね、このですね、送り返されたイエス様ですね、もう一度ピラトのところで裁判をします。で、しかしね、この時ね、ピラトはですね、ヘロデが何も言わずに送り返したから、ヘロデも同じということをね、この思ってこういうことを言うわけですが、それともう一つですね、この一番最初にですね、宰相たちと指導者たちと民衆とを呼び集めと書いてありますけれども、このね、見るときに、この民衆というのはね、いつもイエス様のところね、イエス様の話をこの聞きに集まった方々ではなくて、宰相と律法学者、その方々のね、息のかかった、つまりもう最初から言えばね、このイエス様をね、殺すことを決めてる方々を集めてね、この来たわけです。しかしね、ここを見るときにピラトはですね、この何度も何度もこのね、無罪にします、ね、死罪に当たることはしませんということを語っていることを覚えてください。しかしね、だん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 恐れていくわけですよ。この方はね、何もしていない、しかし懲らしめた上で、つまりあなた方がね、それほど言うんだから、ちょっとね、懲らしめた、鞭打ちです、その当時は。ただね、この鞭打ちって言ってもね、このね、パッションを見た方は分かるようにね、無知の先にね、金属とかね、骨をつけてね、ね、叩くんじゃないんです。巻きつけて引っ張るんです。だから、この体がね、ずさずさに切れていくという。で、このね、
この聖書にはね、39度の鞭打ちという刑があります。それは何かというと、40回打つとほとんど死ぬ、ね、40回打つとほとんど死ぬ、だから死なない程度に鞭打ちをするということの意味で39度の鞭って言うんです。だからそういう懲らしめを受けて、そしてね、私は釈放するということで、このピラトは宣言します。で、逆に言うとね、最初の立法学者の方々にとってはね、釈放されると困るわけです。なぜなら、あれだけね、神殿でですね、イエス様がお話をし、人々がこのイエス・キリストの話を聞いていました。この時はね、周りにいるのはね、イエス・キリストを殺すことを決めた人たちですけれども、外に行ったらね、違う人がいっぱいいるわけですよ。だからこの、ね、彼らは必死にね、何てやるかというと、この18節、しかし彼らは声を揃えて叫んだ、この人を除け、バラバを釈放しろ。バラバとは、都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入ったもので、ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。しかし彼らは叫び続けて、十字架だ、十字架につけろと言った。しかしピラトは三度目に彼らにこう言った。あの人がどんなに悪いことをしたというのか、あの人には死にあたる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。ね、三度ね、この言ってるわけです。でどうしてね、このピラトはね、釈放しようと。一つはね、前の日にあの奥さんが夢を見てね、この人と関わりを持たないようにということね、示されていたこと。そしてね、これはね、マルコの福音書の15章、並行箇所ですが、本当はね、ヨハネの方をやりたいんですけど、ヨハネやるとね、長いんだよね。マルコの15章に、すいません、紙を入れるのを忘れていた。15章の6節からですね、ちょっと読みしますが、ところでピラトはその町に人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいって、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからであるですね。で、ここね、このイエス様ね、この十字架にかけろとね、言ったこの罪の一つの源泉が妬みである。妬みである。ね、ちょっと古い話ですけども、何年前かな、もう20年以上前ですね、まあ、よくね、イレエ・コラマさんね、この来られてですね、メッセージをしてくださいましたけども、私かな、全体的かな、この罪の中で一番怖い罪は何かってね、話されたことがありました。それね、何かなと思ってたらね、妬みの罪。妬みの罪がね、妬む罪、ね、妬むって何かというと、あの人はこれを持っている、あの人はこれができる、ね、私にはこれがない、私はこれができない、そして妬むわけですよね、簡単に言えば。ですで、この一番最初のですね、この、この罪もね、この神様がこの子羊の子を、ね、を取って、お兄さん この麦を受け取らなかった、で妬んで殺したわけですね。で、そういう中でね、この妬みの罪というのは人を殺すほどの罪ですよというね、話をこの受けました。じゃあこの、ね、妬みの罪を、ね、受けないためにどうしたらいいか、ね、神様に感謝するんですよ。できないことを感謝しますね、私にないことを感謝します。だからね、私ね、目から鱗だったことがありますけどね、何かね、もしね、これができたら君もうすごかったよねって言われた時に、
私昔漢字がよく、今もそうですね、漢字ができないんですけど、ね、漢字ができたらね、東大だよとかね言われたことあるんですね。あ、そうか、できなかったから今教会来てるのかとかね一瞬思ったことありますけども、これね、妬むということはね非常に大きな罪です。今日ね、特にまず知っていただきたいのはね、妬むなって言ったってどうせ妬むんです、ねね、あの人は私よりも、ね、スラッとしてる、もうそれだけでも妬む人いるよね。私なんかね、こうやってポンと叩いてね、いいだろうとかね、やるとですね、笑われますけどね。どうしたらいいか、妬むはね、妬む、でもね、そのことをね、神様にあって感謝していく。その私にはない、できない、私にはこれがない、神様ありがとうございますって感謝していく。なんだろう、全てをね導いているのは神様ですから、神様ならね、いとも簡単にする、逆転することできるわけですよ。その主により頼むという信仰、その主にね感謝をするという信仰はね、これね、私たちを守ります。ですからね、そのことをまず知っておいていただきたいと思います。そして戻りますが、この23節から、ところが彼らはあくまで主張し続け、十字架につけるように大声で要求した。そしてついにその声が勝った。ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの方で牢に入っていたとこを願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡し、好きなようにさせた。で、ここを見るときね、ちょっとね、不合理ってね、思いません？つまり、人殺し、暴動、ね、その当時はこれはね、反社会的なあれですから、死刑です。で、死刑にされる人が、まあ、杉越の祭りの時はね、特例として、一人だけ釈放するっていう恩赦ですね。恩赦をすることをピラトが決めていたら、そのね、人殺しと暴動の人を助けて、ね、ピラトが無罪と言ってる人を好きにさせた。ね、確かにね、死刑執行はローマの兵隊がしましたけれども、それは何かというと、最初立法学者の方々の声がね、つまり人の声でもって人を罪に定めてしまうという、人の声をもってこのイエス・キリストを、無罪のイエス・キリストを罪に定めてしまうという、ね、恐ろしいことをねしたわけです。で、これね、その中でね、私たちは見るときに、私たちの人生においたってね、そんなことね、いくらでも起きます。起きるわけです。だからね、正義感の強い人はね、不合理だって言ってね、怒るんでしょうけどね、その時にまた信仰を用いる。さっきのね、妬みと一緒ですよ。不合理、不条理、ね、なんでこんなことがと思える中で、その背後に神様の御心があるぞとね、見てください。ね。なんだろうね、この TLEA ですね。この2000年、この2、3年かな。この、もうね、あることないこと言われました。あることないこと言われてね。私も言われたんですよ、結構。まあ、ね。まあ、秋元牧師ほどじゃないですけどね、言われたわけですよ。そしてね、私クモニジですけどね、クモニジの社長になって一番最初、その対応です。ね、あるね、出版社がね、そのことをね、見てね、そこにその関係者がいっぱいいたんで、ね、で、そういう方々の対応どうしてますか？もう出た人対応できないじゃないですか。ね、出られたので、来られたら対応できますってね、もう積み重ねですね、連絡したところね、こういうことですので失礼、このオタクとは取引をやめますって言ってね、全面取引中止。キリスト教出版家ってね、
あれ、あの狭いですからね、もうそんなことされたらね、どうなるかって、売り上げがね、極端に減るわけですよ。あの2つ大きなところあってね、そのうちの1つがね、取引停止ですよ。で、もう一方のね、方はね、話を聞いて、ね、私たちはあなた方と取引はやめませんと言って、それで、月刊誌とか本はね、そのルーツ等で、ね、出し続けました。ね、これね、20年経ってね、ね、これは私のちょっと思いですよ。20年経ってね、どうなったかというと、まあ、途中でね、漫画キリスト教師がね、出てね、最初バカ売れしたわけですよ。そしたら急にですね、その私たちとの取引を停止した人がね、前任者がやったって言ってね、これもまた嘘なんですけどね、もう全部分かってるんですけどね、取引を再開いたしますって言ってね、再開したんですけども、ね、でどうなったって言ったかと、なんかいろんな問題が起きて、最終的にはね、そこはね、出版的なことをね、取りやめてしまうというね、状況に今なっています。まあ、これはね、ちょっと私の愚痴っぽいんですけども、でも私自身ね、その時感謝し賛美し、でこの 不条理不合理をね、感謝して、神様がねきっとね導いてくれることを信じて歩む中で、この20年経った時に大きくね祝福されているのをね見ています。ですから皆さんの人生においてもね、このなんでこんなことがと思えるようなこと、それね、イエス様も同じだったわけです。イエス様も同じだったわけです。そこにね、神の手を見るのか神の手を見ないのかによってね、大きくかかるわけ。この時イエス様はね、何一つ口答えしません。ただ単にね、このね、この引かれていく子羊の上と書かれているように、その十字架を全うしていくわけです。さらにその中でね、主の栄光が表されるということを覚えていただきたいと思います。お祈りします。神様、この朝をありがとうございます。癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず悔い改めの時をお持ちしてまいりましょう。話します。愛する天の地の神様、癒しを注ぎ、解放を注ぎ、霊を注ぎ、祝福してください。イエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によって解放されよ、解放されよ。ホーラスパラサンダ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 ラ。なんかこの疲れを感じている方がいますが、それが癒されていきます。またこの足腰がちょっとなんか衰えているという感じを受ける方がいますが、それが強められていきます。気分の悪い方が癒されていきます。イエスキリストに癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美してまいりましょう。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。短く黙祷したいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。